おい、そこのモブ顔。お前だよ、お前。お前しかいねえだろうが。モブ顔の自覚なしかよ。お前、マーケットは初めてか？そんなとこだろうと思ったぜ。おのぼりさんって感じだもんな。聞きたいことがあるって？そうだな。買ってくれるんなら答えてやらないこともねえな。何を買う？お前、ふざけてんのか？それじゃ一体だって買えねえよ。それか？それは廃棄品だ。売り物じゃないぜ。長いこと買い手がつかなかった奴らでよ。容量がもったいないから削除しちまうのさ。ま、新米にはお似合いかもな。あんなんでいいなら、さっきの値段で一匹くらい売ってやるぜ。そいつにするのか？じゃ、デジモンキャプチャーを出しな。落としてやるからよ。ん？なんだ？はあ？なんでそんなことをお前に言われなきゃなんねんだよ。ここのやり方にケチつける気か？あん？素人が。ちょっと優しくしてやったら調子に乗りやがって。なんだお前、よく見たらデジモンキャプチャー持ってねえじゃねえか。冷やかしかよ。これじゃ一文の得にもなりゃしねえ。余裕しゃくしゃくか、こら。ずいぶん舐めた真似してくれるじゃねえか。ああ、頭にきたぜ。ちょっと痛い目見てもらおうか。何の騒ぎだ？見ればこいつどう見ても仇のガキじゃねえか。投資を相手にデジモンで喧嘩か。そいつはどうも大人げねえな。口を挟むんじゃねえ。こいつが廃棄品の扱いにイチャモンつけやがったんだ。廃棄品？面白い。ここは俺が仕切らせてもらうぜ。はあ？お前、いきなり出てきて何言ってやがる。デジモンキャプチャーだ。やるよ。それがなきゃ始まらねえからな。ハッカー同士の喧嘩ってやつだ。何をビビってやがる。俺たちハッカーが揉めたら解決する方法は一つ。デジモンを使ったバトル。ここでハッカーの縄張りであるこのクーロンで誰かに喧嘩を吹っかけるってのはそういうことだ。このやり方が不満なら出ていけ。どうせ何も知らずに紛れ込んだんだろ。逃げても攻めやしねえよ。こいつにも手出しはさせない。だが逃げるならデジモンのことは諦めるんだ。どうする？お前が決めろ。片
仇にしちゃいい度胸。お前と戦いたいとよ。スキャンもコンバートもしてないプログラムに懐かれるなんて妙なこともあるもんだ。だがこれで手間が省けた。あとは、おい、あんた調停役じゃないのかよ。数を合わせないと不公平ってもんだ。これで条件は互角だ。始めようぜ。ビビりすぎだっての。なんだ新たじゃん。ただの新たじゃん。幽霊かと思った。たくチキンのくせに意気がってこんなとこまでのこのこ来てんじゃねえよ。うわっ、そのこんなとこに置き去りにしたのはどこの新たよ。あんたの血は何味だ。ああ、うっせうっせ。つーか初めてだよな、こっちで会うの。真田新田だ。ま、適当によろしく。自己紹介くらいちゃんとしなさいっての。もう分かっちゃってると思うけど、これがブルーボックスの中の人だよ。なんかイメージ違くない？あっちだといい感じに面倒見よくって頼れる兄貴っぽいじゃん。私もこっちで初めて会った時マジビビった。不愛想だし自己中だし目つき悪いし、ほらイケメンの無駄遣いっていうか。アホは放置で頼むわ。でオタクを待っている間にこの辺りを探ってみた。俺らを呼びつけたナビット君がいないかと思ってさ。え、幽霊探してたんじゃないの？ま、そのついでにな。結局どっちも見つからなかったぜ。それどころか一っ子一人いねえ。いくらクーロンが危険エリアでもハッカーの一人や二人は。やあやあ、お待たせ、ナビット君だよ。集まってくれた良い子の君たちにプレゼントだよ。これは世界を変える力だよ。え、何これ。ハッキングだ。俺たち全員は、チッ、俺のゴールを簡単に突破しやがった。やり手だな、ナビットってやつ。デジモンキャプチャー。最近ハッカーたちの間に出回っているハッキングツールだ。ねえデジモンって、あのデジモン？ああ、オタクが興味津々だったそのデジモンだろ。ふーん、特定のデータ。
デジタルモンスターをスキャンしてキャプチャーすると。あ、やっぱデジモンってデジタルモンスターの略らしいぜ。デジモンってハッカーが使うヤバいプログラムなんだよね。私たちハッカーになっちゃったわけ？そう言えなくもないかもな。ま、いいじゃん別に。ハッカーなんざ今時珍しくもねえし。やだ、ハッカーなんてやばいよ。絶対やだよ。いらない、こんなプログラム捨てなきゃ。あれ、嘘、アンインストールできない。やめとけ。プログラムにプロテクトがかかってる。無理に削除すると何が起こるかわかんねえぞ。何よそれ。逃がすかよ。仕業、先へ進めってこと？私たちを返さないつもりなの？勝負はついたな。ハッカーならバトルの勝敗に従え、勝った方の主張を通す。余計なことしやがって。何なんだよお前、どこのチームのハッカーだ。おい、やめろ。そいつは三島隆二だ。三島って、いや、あの、すまない隆二、こいつあんたの顔を知らなかったんだ。俺たちマーケットはザクソンやあんたたちと敵対する気はない。構わねえよ、俺は水郷で手を貸しただけだ。この件はこれでしまいだ。いいな。ああ、お前もだ。今回は手を貸してやったが、よその縄張りを荒らしてしのぎの邪魔をするんじゃねえ。どんなもんであれしのぎはしのぎだ。クーロンはこういう奴らの存在で成り立っている。それを手前勝手な正義感で荒らすのは野暮ってもんだ。分かりゃいい。騒がせて悪かったな。
お前も来い。どうした？まるで幽霊でも見たような顔だ。僕そっくりの幽霊を見たって？それなら、その幽霊は僕かもしれないな。僕をエデンに住み着いた勇気と呼ぶ者はこの世のものではない。真相は僕がただ神出鬼没なだけ、そんなところだ。安心するといい。僕は幽霊じゃない。このエデンにちゃんと実在しているよ。君のような迷い子を導くためにね。君はハッカーの証であるプログラムデジモンキャプチャーを手に入れたばかり。いわばハッカーの雛鳥だ。ここには様々な目的を持ったハッカーがいる。セキュリティホールを見つけて報告する義賊的なもの、他人の財産や個人情報を狙い、アカウントを強奪するもの、自分の技術を磨き、ただ力を試したい。本当にいろいろだ。君はどんなハッカーになりたい？その様子だと雛鳥どころかまだ卵から帰ってもいないようだ。ハッカーを目指すか、他の何者かになるか、それは君の自由さ。だが経緯はどうあれ、君はハッカーに興味を抱いてここまで来て、その結果デジモンキャプチャーを手にした。そうだろ？だったら試してみるといい。デジモンと呼ばれるプログラムの驚くべき力を。それでいい。では未来のハッカーの誕生を祝して、君に記念すべき1体目のデジモンを進呈しよう。ほら、君の後ろにいる。あれがデジモンプログラムだ。
せっかく用意したデジモンに逃げられてしまったな。何、デジモンならいくらでもいる。すぐに代わりを見つけよう。少し待っていてくれ。しかし驚いたよ。このエリアにあんな強力なデジモンが出現するとはね。程度の低いハッカーが悪ふざけで話したか、あるいは僕に敵対する者の仕業かもしれない。追いかける、あの強力なデジモンが欲しいのか。いや、あれはまだ君の手には及ばない。やめておけ。なんだって、君は追われたデジモンを気にしているのか。物好きだな。だがそれこそ放っておくべきだ。単なるプログラム同士の小競り合いに首を突っ込んで怪我でもしたら、君がバカを見るだけだからね。君がそう決めたなら好きにするといい。後を追うなり何なり。デジタルモンスターに丸腰で挑むつもりか。本当に物好きだよ君は。いや、ただのお人よしか。奇遇だな。僕もそれなりに物好きでお人よしなんだ。とまあ、君は何もしなくても構わない。ただ見ていればいい。誇り高きハッカーの力をね。どうやら君と一緒に戦うつもりらしい。随分と手順は狂ったが、そのデジモンは君のものだ。しっかりと指示を出してプログラムを使いこなせ。準備はいいか。いいのか？逃がしちまった。そいつはお前に懐いちまったみてえだな。使ってやれよ。これも何かの縁ってやつだ。で、デジモンも持たずにあんなところで何をしていた。なるほどな。それでお前はてめえのアカウントを買ったハッカー志賀洋二を追ってあんなところに来ていたわけだ。大層ご立派だと言いたいところだが無謀だな。エデンは世界でも最先端の技術力で作られた仮想空間だったぞ。つまり志賀洋二が凄腕のハッカーだ。お前が追っている相手はトップクラスの技術者すら欺く国際レベルのサイバーテロの犯罪者ってことだ。カタギのガキが一人でどうこうできる相手じゃねえ。諦めるんだな。普通の生活に戻れ。
面倒なガキだな。だが悪くねえ。実はな、死骸王子は俺の獲物でもあるんだ。俺は便利屋だ。ある筋から奴の調査を依頼されておる。エデンのハッカーは死骸のようなクズばかりじゃねえってことさ。俺たちも、俺たちの依頼人もな。お前、俺と一緒に来るか？うちに入れてやってもいい。もちろん実力は見せてもらうが。だがよく考えろ。俺と組むということは、お前自身もハッカーになるということだ。てめえの面に唾を吐いた奴らと同じものにてめえもならなきゃいけねえ。偉そうに言っちゃいるが、ハッカーってのは集まるところ同じ穴のムジナだからな。もしそこまでの覚悟があるなら、てめえのメンツを潰された借りをてめえで返したいと思うなら、俺たちがハッカーチームフーディエが力を貸してやる。どうする？よく言った。情報収集はまずまずだな。肝心なのはここからだ。行くぞ。シガはこの丘